サンプルを購入か仕入れた時の、はい、なんだろう、サンプルの、原価率というか、一つだいたい10円ぐらいなんですけど、あのまとめて200個セットでサンプルが2000円ぐらいで売られてるんですよ。はい、で10円ですので、私は1つ200円で売ろうとしてますので、かなりあの利益は出るかなと思ってます。それをお客さんが、はい、そこから買うことはできないんですか？やはり問屋さん通さないと一般の方は買えないので、うん、はい、安藤さんは一般の方ではないんですか？私は一般の本です。まあ、意地悪な質問なんですけど、はい、安藤さんが買えるなら、はい、普通に買える、はい、その問屋さんから買えたりはしないんですか？それともロット発注ができ、はい、するからこそその金額で買えるとか、なんかその要は安藤さんを通す理由を知りたいなと、買う人が、はい、ロットですね。ロットで、ダイレクトで私が仕入れるので、うん、その10円で販売することができます。なるほど、はい、けど問屋さんが個人とやり取りするっていうイメージはあんまりないですよね。そうです ね、なんかそういう、たくさん売るからっていう、業者さんだから取引するっていう感じですよね、はいはい、そういう意味ですよね。だからなんか有資格だからとか資格者だからとかそういうことじゃないですよね、はい、ね、うん、僕は薄利多売って言いながらも意外と利益率高いから、はい、普通にサンプル売りさばきまくったら結構利益出そうですけどね。そうですよね、うん、はい、サンプルを買うっていう文化が今どんぐらい日本にあるのかがあんま想像しないできないんですけど、どんなもんなんですか？メルカリとかで、あの、うん、一般の方がデパートで、あのなるほど、もらいまくってメルカリで転売してるんだ。転売してる方結構いらっしゃいます、はい、いくらぐらいで売られてるんですか？ちょっと値段わかんないんですけど、あの売られてるのは見たことあります、はい、安藤さん今21歳ですか？はい、あ、そうです、はい。なんか質問の回答とかもすごい端的に答えられるし、なんか、はい、21歳の女性ってことを今多分虎川はみんな忘れて質問してると確かにぐらい落ち着かれてますよ ね、 あの出演の前に岩井社長がそんなに頭のいい子ではないんでってハードル下げといてくれてたんで、本当に好印象ですねいやすごい、本当にすごいですよね、はい、ありがとうございます。あの聞いたこと全部ちゃんとパシンと答えてくれますし、はい、うん、ありがとうございます。個人事業主歴は長いんですか？今この経歴見る限りだと3年ぐらい、そうですね、3年ぐらいあの、うん、やってました、はい、経営者になりたいと思ったのが中学生の時からなりたくて、そのきっかけがずっと社長になりたいって思ってて、中学生の時にマネの虎を YouTube で見たんですよ。それで、あ、すごいかっこいいなと思って、私もいつかお金を出す側とかにもなりたいなって思ってまして、中学校と高校生の時にいじめられた経験が私ありまして、その人たちを見返したいっていう気持ちもあります。これトラガーのリスクは何ですか？トラガーのリスク、はい、だって200万も出さなくていいんですよね、はい、あと何を、我々は何すればいいんですか？名前がちじゃん。あ、名義がちってことですか？そんなような感じなんですけど、あの取引を今後行うときに虎の会社、虎の方の会社名で行うと思うんですけど、そのあれですかね、私がもし失敗した場合の傷がつくというか、はい。でも別に、はい、ね、株式会社年収チャンネルとかって別に傷ついてもどうでもいい法人だったりとか、はい。ダメですよ。俺も一緒に出したらかい。これちなみに、ごめんなさい、資金の中で広告費100万、仕入れ100万、どこでその販売とかリストを取るんですか？お客さん集めるのはインスタグラムで集客してって、うん、こんなサービスがあります、はい、ありますで、そのどこにその人たちが集まってくるんですか？はい、私が EC サイトをショッピーとか、その月額制で始める EC サイトをから始めようと思ってまして、なるほどなるほど、そこに流してってって感じです。配送はどうするんですか？配送は自分でやります。あ、最初は私がだいぶしんどくないですか、はい、でも配送この単価で配送自分でやるって、はい、あ、そうですかね、あのまだ利益がない状態で人を雇うのはちょっと怖いので、私が最初のうちは全部やって、で、あの結構軌道に乗ってきたらアルバイトの方とかを雇おうかなって思ってます。え、なんか、はい、極論ですけど Amazon とか楽天に出品するっていうのはできるんですか？このサンプル売りたいっつって、はい、そしたら Amazon の倉庫から勝手に発送してくれるじゃないですか、はい、そこでなんか需要を調べるとかっていうのはできないんですか？Amazon ですと、うん、あの
アマゾン内で販売していいメーカーさんが限られてまして。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あの人気のメーカーさんの商品は基本的に販売してはいけなくて、販売されてる商品もあるんですけど違法らしいです。あ、そうなんですか、はい、どうしてなんですかね、それって。その公認店使ってみたいなことなんですかね、はい、多分メーカーさんが売らないでほしいっていう風に言ってたりとかじゃないですか。アマゾンで売らないでって、はい、それ安藤さんのサイトだったらいいんですか、売っても。私のサイトだったら、あそこまで調べてないです。でもそう、はい、Amazon ダメなら安藤さんの EC サイトもダメな可能性高いですよね。高いですね。そうすると、はい、そのサンプル、要は、はい、アフィリエイトとかで売ってる化粧品とかも怪しいやつが多いわけですよ、はい、で、それこそさっきの X とか、はい、あのとかって、はい、多分Amazon もダメだし、はい、アフィリエイトもダメだし、はい、安藤さんのサイトもダメですってなっちゃうんじゃないかなって思うんですけど、はい、そこどうですかね。怪しい化粧品だけ売る専門店になっちゃうかなと。その面はですね、あの、うん、実際に現品売られてる化粧品メーカー様が何個かありまして、あの逆輸入の商品なんですけど、全部が あるので、そういうサイトが大丈夫だと思ってます。販売してもいいかなって。要はアマゾンはダメだけど、はい、安藤さんのサイトは OK になる可能性が高いと読んでると。はい、はい、そうです。